ハムジャンボ、こんにちは、みなぱんです。本日は経理財務の1ヶ月目どういう業務をしているのというご質問をいただいたので、こちらにお答えしていきたいと思います。はい、私は IT 業界のベンチャー企業で経理財務として未経験入社をしています。でまだ2ヶ月目なんですけれども、1ヶ月間でどういう業務をしたのかみたいな話をお話ししていきたいと思います。で、基本的に大手企業さんみたいに、こう、業務が細分化されているわけではないっていうのが前提で、小さい企業なのでいろんな業務を幅広くやるっていうのが多分前提なので、そちらはちょっと大手さんとは違うっていう風な感じで聞いてください。はい。まず一つ目なんですけれども、まずはやっぱり会社全体の事業とか、あと誰が何をしているのかっていうのを把握したりとか、まあ、お一人お一人と顔合わせをするっていうのをしました。で、全然総務とか、小さい会社なので、総務とかも全然やっていて、で、まあ、こういうのはなんか結構 CA で PAPA だった時に、だからブリーフィングっていうそのフライトが終わった後に、簡単なミーティングみたいなのをして、最後なんかこういっぱい個人情報の入った紙があるので、それを最後シュレッダーをするってやりますっていうのがなんか下っ端がやる仕事だったので、なんか自分が一番下のアロケーションっていうか、こうアロケーション、順番だった時は私やりますっていう風な感じで言ってたので、まあその同じノリで、まあ、別にやろうかなっていう風な感じでやってました。はい。ただこの業務効率化とかも、まあなんか小さい会社なので私が思ったことを提案したりとか、まあ、なんかマニュアル作り直したりみたいなのも提案したりはしています。はい。あとリモートなので、なんか全員結構出社されてない方も多くて、なのでオフィスに来てる方は結構オフィスで話したりとか、まあ、ミーティングの時とかでリモートでご挨拶したりとかしてました。はい。なんかこう全体がわからないと、やっぱ自分が何をしてるのかもよくわからないと思うので、そこはやっていました。はい。で、2つ目が支払い業務ですね。で、これが一番1ヶ月の中で私の中で大きい引き継ぎだったんですね。で、海外の送金とかも含めてやってます。で、請求書まで整理、大量にあるのを整理して、自治体に支払うんですけれども、やっぱり私みたいに数字に触れたことがない人は、やっぱ小さい細かいミスがいろいろできて、もう自分にめっちゃイライラするみたいな状況に、最初な、まあ今もなってるんですけど、最初特になってました。で、なんかすごい簡単で単純な作業なのに、なんかこう、数字がごちゃごちゃしたりとか、だから会社の名前が、例えば漢字とか、こう、ローマ字とかだと、とかもっと複雑な会社だと、名義人にした時の名前がちょっと変わったりとかして、すごいもうわけわかんなくなったりとか、やっぱそれは一番最初に話したその会社全体の事業とか、なんかどういう取引先があるのかみたいなところと共通してると思うんですけど、そこが理解できないままやってるので、もうかなりごちゃごちゃのままやってました。で、最近はもうだいぶ1ヶ月で勉強して慣れてきたんですけど、まあそれでもやっぱり間違えるので、なんかやっぱりこう向き不向きとかじゃなくて自分の不注意だなっていうのを思ってるって、まあ、それは頑張って直していきたいなっていうふうに思ってます。で、あとなんかそう支払い漏れがないようにスプレッドシートとかで管理してるんですけど、なんか引き継いだ時にその関数の意味がわからなくて入ってる、例えばサムイフとか VLOOKUP とかカウント F とかでいろいろこうなんか調べたりとか、なんか本当にちゃんと大丈夫かみたいな確認してるんですけど、その意味がまずそもそも私サムぐらいしかわかんないレベルだったんで、何みたいな感じで、でも本当に1個関数ずれた、1個数字ずれて、なんでみたいな。で、関数見直して何がおかしいんだろうみたいな直すので、午前中終わったりとか、なんか普通にしてたんで、なんかやっぱり Excel の本は、こちらの本私は勉強してるんですけど、やっぱりそういうのは、やっぱり引き継いだシートも関数理解しないと、多分そういうミスが出てきた時にどういうふうに直せばいいのかとか、まあ、普通に業務しててもどういうふうに今まで業務してるのかとかって分からないと思うんで、なんかそこはすごく1ヶ月目は勉強してるし、まあ、これからも勉強する予定です。 VLOOKUP とか SUMIF とかカウント F は分かるようになりました。はい。なんかね、いろいろシート、他のシートから持ってくるのになんじゃこれみたいなのとかいろいろあったんですけど、まあ、だいぶ、はい、慣れてきました。で、3つ目が、経理の方、私一応経理で志望したんですけど、ちょっとポジションの状況の影響で財務のポジションで入ったんですね。なので経理の方がなんか下こうものをチェックするとか、あとまあ来月からはちょっと売上とか仕入れの形状と正規が一致してるか確認するみたいな作業が始まるので、なんかまあ細かい作業がだいぶ2ヶ月目からは本格化する感じですね。例えば入金のチェックとか、未入金チェック、その入金されている金額と実際に私が請求している金額が合ってるかみたいなところを確認みたいな、そういう細かい作業が、はい、2ヶ月目以降は始まる予定です。はい、そんな感じで、はい、いろいろ
もう私が今までお客様とコミュニケーション力みたいなのはすごい、なんか、なんだろうな、慣れてるんですけど、このなんか正確性みたいなのが本当にないなって思っていて、今後は、まあ、あの財務諸表とか、なんかね、すごい BS とか、ね、CF とかすごい読めるようになりたいなって思ってるので、まあ、今、ちょっとあの、勉強してるんですけど、カフェとかでも。やっぱりなんかこう実際に本読んだだけだと、まあ、もちろんインプット大事なんですけど、自分で手を動かさないと本当に分かんないなっていうのが正直なところなので、はい、なんかこういうふうに休日は結構カフェとかで勉強したりとか、エクセル見たりとか、あと自分の家計簿をあえてエクセル、あ、スプレッドシートか、あえてスプレッドシートにして、なんか、はい、あの関数無駄に頑張って入れて、ブルックアップで引っ張ってきて、各月どんぐらい家計が違うのかみたいなのをなんか勝手にやったりとかしてるんですけど、勉強とか練習かな、練習したりとかしてます。はい、そんな感じで、以上、財務経理の1ヶ月目の業務内容のご報告でした。コメントいただいた方ありがとうございました。他にもあのご質問ですとかリクエストあれば、ぜひお答えしていきたいと思ってるので、コメントお待ちしてます。ではクワヘリー。